はい、どうもゆうたです。今回はこちらのリアラテラルリンクのリア側を取り付けします。ここですね。ここにつくやつで、これキャンバー調整だったりとか、ここがピロなんでタイヤの接地面が向上するというか、多分アライメントの変化の抑制とかですね。じゃあちょっと取り付けます。じゃあまず一番手前側外していきます。17ミリですね。ここはもうあらかじめちょっと緩めてはあるんで、こんな感じでボルトが、でこっちが車庫調のボルトナット、で次がスタビリンクのボルトナット、おお、これで落ちるんだ。で次がこれレベライザーなのかなですね。ここは10ミリです。ここも一応17ミリです。はい、取れました。ちょっとじゃあ純正と比較してみましょう。一応こんな感じで、ここのところブッシュっていうのかな、がこれピロか、これピロじゃないんです、純正多分で、こっちはピロになってるんで動きが滑らかなんですかね。で長さは一応同じでつけます。であとアライメントはちょっとプロにショップさんにお願いして
いろいろ調整してもらおうと思うんで、とりあえず同じ長さで取り付けをしようと思います。よいしょ。はい、じゃあ取り付けを行っていきます。ここは10ミリですね。ここは14ミリです。すいません、大変だね。いいいい、冷たい、ま、待って引いてやらないの。待とう。お邪魔しました。いえいえ。あ、いいえ、大丈夫ですよ。すいません、ありがとうございます。
箱長側のボルトナットはこのクスコの付属のやつを使ってください。一応これで今全部ボルトをつけて、まだ締めてないんですけど、こんな感じで、このラテラルの調整はここでやりますんで、こっちじゃなくてこっちって説明書に書いてあったんで、そっちでやってください。あとじゃあ締め付けていきます。はい、じゃあ一応今リアラテラルリンクのリア側取り付け終わりました。締め付けもで、こことかここもそうかな、は多分ブッシュなんで一回テンションかけて一時締めしてあげた方が、あっちの根元はピロなんでまあ大丈夫だと思うんですけど、たま一時めして終わりですね。じゃあ一応こんな感じで取り付けの作業は終わりです。はい。